1年後輩ねんけど、はい、レギュラーもな一緒にやって大阪でもユニットライブ毎月やったし、はい、まあ、だいぶ、まあ、仲いいとさせてもらってよろしいですかね。まあまあ以前までな。これなんですよ。なんですか、どうした。いや、なんなんいやいや、俺が逆にどうした、大丈夫か粗品。いや大丈夫。いやいや、めっちゃ好調や俺。いや逆、もうみんながな、もう言われへんやろ何にも。お前に、お前、ほら、いや俺が言うしかないから。なんでタメ口。いやもう今日はもうそれぐらいの勢い来てるで。え、どういうことですか。俺何言われへんって、どういうこと。別に何か悪いことして。ここ昨今の粗品、何あれ。どれのことやろ、ちょっと分からんけど。あ、そんな、なんか目に余りますか。いや目に余るな、粗品が目に余るね。いやこういうのなんか先輩から言ってもらうとか。いやいや、まあ、後輩から言うた方がええ。言われへんねん。先輩気使ってるね、そんなに。いや気使ってるっていうか、みんな気使ってるわ。全員おもんないからビビってるだけじゃん。やめとけ、そういうとこや。お前、いいです。すぐ人おもんないとか。すぐ人おもんないっていうな、こいつ。お前前出るな、前出るな、お前。腹立つわ。全部お、全部言うたら、もう粗品の周り。もう言いたいことなんだもん、まずいくらでもあるな。いや、ちょっとよくわからないんですけど、まず、もうまずな、もう、ほんまにみんなな、はい、そのずっとなんか粗品はすごいみたいな。あ、よく言ってもらいます、それな、正直。で、騙されてこ来てるやん、二人も。あ、そうなんですかね。結局スタッフなってもてるやん、正式に。あ、なってますよ、二人。もちろん。めちゃくちゃミスってんで、こう。いやまずね、人格、終わってんねん。終わってへんやん。こんな、な、人格破綻者や。正直どこがやねん、人格者やろ。いやいや、人格者があんな人をすぐに思んないとか、テレビでもう俺生放送とかで何回ヒヤヒヤしたか。どれ、何のこと。そんなあるか。いっぱいある。いや、ないよそんな、全然。まず、人とうまく喋れない、はい、コミュニケーション、コミュ障ね、コミュ障。まずコミュニケーション取れへんやから、仲いい人としか取れへん、俺としか取れへんや。そうかな、やっぱそうや、うん、うん、あのもう、4兄弟か、4兄弟と見せる顔とちょっとちゃう芸人に見せる顔なんかも全然ちゃうな。ちょっとの差で全然ちゃう。それはそう、それはそうよ。そこの基準があるやろ、なんか。あるある、それは。何があるの、そこの基準。いやいや、おもろいかどうか。それをやめろよ。いやいや、おもろい、すぐさ、おもろいやつにはやめろ。それやめよ、おもろい。なんでやめろ。いや、ほんでな、そのおもろい、おもんない、はい、おもろい、おもんない、もうそれは、はい、個人の判断、はい、で、なんかそれライブでとかで、うん、言ってるね。言ってるやめよ。で、なんで、ええやん、そのまあ芸にしてるやん、まだあいつおもんないって言って共感の笑いを得てる。それをな、言うことによってな、お前のファン、痛いの。そうか。もう、いやいや、ええねん、ええねん、もうここはええやん、もうしゃあないやん。こういうふうに、正直な、俺いろいろ言うことあってんけど、なんやったら1年目から変わってないねん。こういう人やん、ずっと。な、だからもう何を言っても、なんであんなこと言うねんってなったけど、まあそれは粗品さんしゃあないなって。変わってきてるのはお前のファン。素晴らしいですね、それは。痛いどー。いいね、自分だ。いいね、粗品になった気分でいんな。一番これ言いたかった。お前らは粗品ちゃう。ファン、キモい、痛い。いやー、一番しんどいね。なんかあんた、なんかジャニーズのファンとかいろいろ言ってるね。言ってるね、結構、ね、結構言って、はい、で、あれなんか、ええわ、やっぱスカッとするわ。あ、ほんま。多分なんかそう、やっぱりファンとして理不尽なことも言ってることあるからな。あの予告とか。そう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 、はい、で、それでなんか、いろいろこう、何、本人の目線に立って粗品が言いますみたいな。あ、見てんねん。あ、ありがとう。見てんねん、キンプリのやつや、高橋海斗に言って。コメント欄、はい、胸クソ悪いぞ。お前そんなに言うやんけ。すごいね。いや、胸クソ悪いね。自分が言ったみたいな顔しやがって。マジか、
なお前腹立つわ知ってるアンセさんちゃうぞこれ。まあまあそれはでもあのちょ正直俺は知らんがなって話して、いやいやこれは責任取らんと、どうしたい、いや粗品君、粗品君についていってんねんから、それは粗品君がしっかりしひんかったら、うん、あんなもん俺一番被害こもってんねん、被害こもってんねん、次のページ行くの、あーいいっすね、はい被害一番こもってる、俺はめっちゃ好きやった粗品とのインスタのコメントの絡み、あーノリやってた、ノリやってたずっと、ね、な粗品君が、あげる、でそれに対して僕がコメントするで、うん、うわーってお前がなみたいなのをもう一生続ける、喧嘩みたいなな、喧嘩みたいな、仲いいから俺は別に一人見てほしくない、粗品君と一緒に何かやれるからそれ楽しかったよ、うん、そこにこいつのファンやコメントで俺は覚えてる、はい、ギター買ったね、俺がギター買った写真ね、うん、高いギター買った、高いギター買ったよ、100万か150万のギター買った時に、うんうん、で俺がね、うん、いやあのギター泣いてるからもう返しやみたいな、はいはいはい、コメント、ギターが泣いてるお前みたいなに買われて、うん、な、うん、だからもうその返品した方がええで、うん、って言って俺は待ってた、はい、そう、そしなくなんてあおもろな、よしそしなく来てくれと思ったら、はい、全然知らんアカウントから、うん、もっとおもろいこと言え、芸人やのにこんなコメント、うん、はいはいはい、俺と粗品のコメントのグループで勝手にお前の痛いファンが入ってきて、いやもうない、痛すぎるやん痛いファンが入ってきて、入ってきた、痛すぎるやろ、痛すぎるやろ、合ってるそれ文章なあ入ってくんな、お前らに喋りかけてんちゃうんじゃん、みんな見れるところやからそんぐらいはあるんちゃう、いやなんかな、なんかな、その粗品さんがやってるわな、このいやそんなやってるよ、そういうの、うん、おもろない、おもろない、これあれもうあかんで、これどれやねん、あのライブで、うん、今のは誰々さんがやってたやつです、うん、無駄くそ悪い笑いしますねあんなんやっとあかん、好きなの、好きですよ、もちろんお世話になってるし、めちゃくちゃ、うん、やめれおもろいと思ってんの、はい、ほんま、はい、お前こいつこれやねん、こいつこれやねん、いやいやいや、ほんまやで、俺好きやで、めっちゃお世話になってる、ネタ、うん、毎回見に行ってる、どんなネタすんのかなとか、ほんま、ほんまほんま、いや、それはええや、おのおのの価値観やから、あ、そうやな、そうやろ、そうやろ、そこを、でもほんまか、ショックやわ、ちょっとじゃあさとき、まあまあ、ごめんごめん、ショックやとか言うな、好き、人それぞれあるやろ、そうやな、そう、それをな、はいはい、ギャーって笑う、うん、ファンの人、あれ見に行ってる、うん、なんで笑うか、なんで笑うかいや、いや、なんかそれ、あれをすることによって、はい、え、なんか一個、粗品と同じ価値観ですっていうのを提唱してしまってんねん、まあまあこれはまあな、そう、わざとやけどな、正直やってるよ、せやろ、そう、あかんあかん、うん、つけ上がらしてるわ、あー、どうしたって俺は、じゃあえ一回自分の口からもうおもんないでって言え、あ、なるほど、いやそれは全然言えるよ、それは全然言えますよ、人を傷つける笑いばっかりしてるわ、ファンが、うん、あ、それはよくないね、あ、それ確かに俺も思う、せやろ、よく言ってくれたっていう感じ、せやろ、うん、ゆい、今、はい、僕のファンの皆様、うん、どんどんミキの亜生にね、誹謗中傷送ってください、やったんじゃ、うれぇすげぇ